めっちゃええ天気。とりあえず最初のとこまで43キロひたすらこの道まっすぐ。なんかやっぱり街の作りが全体的にゆったりしてるね。大阪とは違うわ。なんか北海道らしくなってきたな。道やこと。いやめっちゃかっこええやん。これは写真撮るわな。でかすぎるなこいつ。おお、登別市に入りました。なんかで見たんよね、登別のインターのところにお出迎えしてくれてる人が。おお、あなたに会いたかったのよ。暑なってきたな。8時半前からもう30度になってるよ。よっしゃ。じゃあ去年ちょっと諦めていけなかったところに行きましょう。室蘭市。室蘭なあ、去年来れへんかったからな。たまたまこの辺がそうなのか。なんか小樽みたいに坂道が多い気がするな。いやー天気がいい時に来れてよかったな。お、着いた。いやーよかったな、地球岬。ちゅうかクソ暑いな。メッシュでよかったな。ちょっと行き過ぎたんやけど、なんか良さげなんがあったから帰ってきました。おお、おお、室蘭駅。ええやん、なんか。
さあもっとどんどん下ってはいくんですが、ちょ、お、道がある、ちょっと寄り道をしましょう。カラスが多いね、しかし、へい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 、いいね、はいはいはい。さっきの公園でもうちょっとゆっくりしたかったんやけどな、ちっちゃい虫がいっぱい寄ったから逃げてきました。なるほど、車線は一つなんだね。気持ちいいな。あの山羊蹄山だな。手前のとんがってんの昭和新山だな。おお、去年行ったな。ああこれいいね、宇津山と昭和新山。ええ眺めや。おしゃなんでちゃおう。わあ、ええ眺め。でも熱風やな、もうずっと。11時半、今日朝食ってないよな、腹減ってきたな。おしゃまんべ市街まであと10キロ、10分ちょっと。なんか食べようか。着いたで、おしゃまんべ市街。ビーチか。うそやろ、市街地終わってもうたやん。あ、コンビニしかないやん。マジか、駅の方行かんとあかんかったんかな。腹減ったな。食べてきたなぁ。